なんとか片付きました。指輪を回収できたのはユナカのおかげですね。あなたが拾ってくれなかったら今頃私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど最初に祠から持ち出したのは誰だったのだろうね。さっきの賊たちでしょうか。あのどうしました。私めは皆に謝らなくては。実は指輪は拾ったのではなく私めが祠から持ち出したのです。え、旅の資金が欲しくて祠を見つけた時金品の類があるかもと思ったのです。中に入ってミカヤ氏の呼びかけが聞こえ導かれるままに指輪を見つけ高く売れそうだと思って持ち出してしまったのです。ごめんなさい。そうだったんですね。神竜氏とアルフレッド氏が王族だと知りついあのような嘘を。私めも先ほどの賊たちと同じ、いかなる罰でも与えてくだされ。売ろうと思ったのかい、この指輪を。はい。だが君はそうしなかった。本当に売りたかったのなら神竜様が指輪を託した時にそのまま一人で逃げることだってできたのに。暗闇の中あれだけ目が利くのなら僕たちを巻くことはたやすかっただろう。それなのに命の危険もある中最後まで戦ってくれたのはなぜだ。それはミカヤ氏を助けたいと思ったからです。最初は売ろうと思っていたのに話していると情が湧いてしまって、会いたがっていた神竜と共にいてほしいと。これだけは嘘偽りのない気持ちです。ユナカは私に優しくしてくれたわ。共に戦った時も温かなイメージが流れ込んできた。邪竜の復活を感じて目覚めた私が誰かに呼びかけたのは初めてだったの。こうして巻き込んでしまったのは私のせいよ。ユナカは悪くないわ。事情は分かったよ。しかしユナカが嘘をついたのは事実だ。このフィレネ王国内で王族に嘘をついた者にお咎めなしというわけにはいかない。どのような罰でも甘んじて受け入れましょう。その覚悟があるのなら私たちに力を貸してください。え、実は私たち旅をしているんです。指輪を集めて邪竜を倒すための旅を。なのですみませんがその命を私たちに預けてくれませんか。というのはいかがでしょう、アルフレッド。いい考えだ。僕らの軍はまだ旅立ったばかりで戦力に乏しいからね。ユナカほどの実力者がいてくれると助かる。わかりました。私めは精一杯頑張ります。ありがとうございますお二人とも。じゃあ決まりですね、ユナカ氏、ヨロピッピ。え、こちらこそヨロピッピですぞ、神竜氏。仲間も増えたことですし先を急ぎましょうか。このまま国境を越えてブロディアに行くんですよね。ああ、城を建つ時母上がブロディア王に書簡を送ってくれた。神竜様を連れて国を訪れることはそろそろ王の耳にも入るはずだよ。ブロディア王国、一体どんな国なんでしょう。
でも。ありがとうございます。すごい。素晴らしいです。いいですか。あれ、あそこにいるのってもしかして。すみません。え、やっぱりフルルの風車村で助けてくれたベイルですよね。こんなところで会うなんて偶然だね。また会えて嬉しいです。この前は急にいなくなったのでびっくりしました。ベイルはこの辺りに住んでいるんですか。私、旅をしてるんだ。探してる人がいて。探してる人？私の兄弟。どうしてももう一度話したくて。兄弟を。そうですか。家族と離れ離れなのは辛いですね。何か手がかりはあるんですか？ううん、すごく小さい頃に会ったきりだから顔もほとんど覚えてない。でもね、もらったものがあるの。これ。綺麗な石ですね。私のお守り。これがあれば絶対に会えるって信じてるんだ。素敵です。私も信じますよ、ベイルが兄弟とまた会えることを。でもあまり無理をしてはダメですよ。ほら、足に傷が。こんなのいつものことだよ。結構深い傷じゃないですか。包帯を巻いておきますね。あ、ありがとう。ごめんね、私なんかに。この前助けてもらったお礼です。気にしないでください。それに私たちはもう友達でしょ。友達を助けるのは当然のことです。友達？もしかして嫌でしたか？違うの、私嬉しくて。友達ができるなんて夢みたいで。それにこんな風に優しくしてもらったのもいつぶりだろう。それってどういう。ごめんなさい、もう行かなきゃ。ベイル、包帯ありがとう。また会おうね。行ってしまいました。はい、また会えるといいですね。私はもっと強くならなくては。マルスのようになるにはどうしたらいいんでしょう。僕には仲間がいてくれたから戦えたんだよ。君も同じさ。絆が強さになるのだからね。
神竜様が眠っている間何度も会いに行っていた。だから神竜様のことは家族のように思っているんだ。時の流れは血のつながりよりも濃い絆を作ることがある。生まれた絆を大切に育んでいくといい。話したいことがたくさんあったはずなのに、こうして目の前にするとなかなか言葉が出てこないわ。私も同じよ、セリーヌ。焦らずにゆっくりお互いのことを話していきましょう。またいらしてね。よ、いらっしゃい。どうぞ。前田リー、
何？よろしいですか？はあ、来てくださったの。食べる方が好きだけれど頑張りますね。これをこうしてこう組み合わせれば素敵ね。自分で食べたいぐらいよくできたわ。食べた分運動したいですわ。美味しいですな。空の上で受けた。またお待ちしてます。あら、またいらしてね。よ、いらっしゃ。前田リー。
無事に国境を越えられたね。ここがブロディア王国だ。聞いていた通り、フィレネとは違いますね。険しい岩肌の土地が広がっています。伏せるんだ。敵襲か。何者ですか。それはこちらのセリフですよ。国境を越え侵入してきたのはあなた方です。名乗らないなら賊とみなし討伐します。次は当てますよ。私はリトスの地より参りました、神竜です。僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。神竜、フィレネ王国王子。そうです。突然撃ってきて、あなたたちこそ何者なんですか。神竜様とフィレネ王子様だったとはいざ知らず、攻撃して申し訳ありません。あ、いえ。見事な土下座だ。下級の国境兵か。お、待ってくれ、なんだか見たことのある顔だ。君は、いや、あなたはもしかして。僕はブロディア王国第二王子スタルークです。王子様。やはりスタルーク王子でしたか。はい、名乗るのが遅れてすみません。あ、こっちは進化のラピスとシトリニカです。ごきげんよう、神竜様方。ブロディアへようこそ。ようこそ感が全くありませんね。すごく警戒されています。少し気が張っていたんです。ずっと化け物を討伐していましたから。あなた方ご一行がいらっしゃることと、その事情はイブ女王からの書簡により存じ上げておりました。父であるブロディア王モリオンの勅命で国境までお迎えに来ていたのですが、待てど暮らせど来るのはほとんどが化け物。たまに人間が来ても賊ばかりで、自衛のため討伐をし続けていたら、あなた方にも威嚇を行ってしまいました。そういうことだったのか。いろいろあって遅くなってしまい申し訳ありません。しかし先ほどの件、もし矢が当たっていたら国同士の問題になっていました。気をつけてください、スタルーク王子。はい、本当にすみません。スタルークは悪くないわ。分からなかったんだから仕方ないわよ。あなた方こそもう少し王族らしくきらびやかにお越しになればよかったのでなくて。矢が当たっていればどの道この武力の国ブロディアに入る資格はありません。弱ければ奪われる、それがこの国の掟です。フィレネ王子の実力もここで測りましょうか。なんだって。ごめんなさい、我が国は実力主義がちょっとばかり行き過ぎていて。安心してください、フィレネ王子の実力はよくよく存じ上げております。ああ、どうもありがとう。すみませんすみません、謝りついでに迎えが僕なんかですみません。顔を上げてください。王子自らのお出迎え感謝しています。本当ですか。僕で本当に嬉しいですか。もちろんですよ、お会いできて光栄です。ああ、いい人だ。神竜である上に性格までいいなんて。でもその分僕の薄汚さが露呈するので、あまり輝きを放つのはやめてください。はあ。それではブロディア王城への案内をいたしますね。僕についてきてください。もうすぐグランスール大橋に着きます。そこを越えれば
ブロディア城ですよ。わかりました。神竜様、イブ女王の書簡に記載があったのですが、イルシオンが邪竜を復活させたというのは本当の話なのですか？はい、以前戦ったイルシオンの兵が言っていました。やはりそうですか。ブロディアの兵からも遭遇したイルシオン兵が邪竜復活をほのめかしていたという報告があったんです。まさか隣国がそんなことをするなんて。邪竜を倒すには指輪が必要なんですよね。我が国に伝わるのは若き獅子の指輪です。若き獅子の指輪？赤い石のついた勇ましい雰囲気をまとう指輪なんですよ。兄、第一王子ディアマンドは近頃その指輪から声が聞こえると言っていました。我が兄ながらすごいお方です。僕はあの人の弟で幸せです。お兄さんのことがお好きなんですね。はい、強く聡明で威張ったところがなくて、国王や民からも認められている魅力的な方です。で、その残りカスが僕です。そんなに卑下されなくても。見えてきました、グランスール大橋ですよ。今日はやけに兵が多いな。いや、あれはイルシオン兵です。橋がイルシオン軍に占拠されています。ああ、やっと来た。この私を待たせるなんていい度胸ね。誰です？私はイルシオン王国第二王女オルテンシア。皆さん、こんにちは。イルシオン第二王女。もしかしてあなたが神竜様？はい。やっぱり。すぐ分かったわ。他の人より綺麗だから。神竜ってルミエルだけだと思ってたけど、他にもいたなんて最近まで知らなかったわ。へえ、珍しい色違いの瞳。近づかないでください。邪竜を復活させた悪しき国の者が神竜様に近づく資格なんてありません。邪魔しないでよ、ブロディア王国第二王子。悪しき国はそっちの方でしょ。は？だってお父様が言ってたもの、ブロディアは欲深く野蛮な国だって。あたしもブロディアは嫌い。領土を広げようとしてしつこく侵略に来るんだもん。それって本当にとっても迷惑なの。兵士や民たちがどれだけ傷ついたか。ブロディアはただ領土が欲しくて侵攻しているわけではありません。イルシオンの怪しい動きから自国を守らないと。民を脅威にさらすわけにはいきませんからね。それで今日は仕返しのつもりでブロディア侵攻に来たのですか？まさか。この私がショーでそんな大それたことできるわけないでしょ。私は指輪を奪いに来ただけ。イルシオン王、お父様のご命令でね。国王がそんな命令を？そう、分かったら持ってる指輪全部出して。そしたら殺さないでいてあげる。お断りします。あー、めんどくさい。いっぱい指輪が手に入ると思ってこっちを選んだのに、ブロディア城の方に行くお姉様が羨ましくなってきちゃったな。それはイルシオン第一王女がブロディア城を襲撃するということですか？あ、これ言っちゃダメだったっけ。大変です、早く城に戻りましょう。通すわけないわ。指輪を持って帰ってお父様に褒めてもらうんだから。イルシオン兵たち、全軍出撃。殺しちゃっても構わないわ。指輪を全て奪いなさい。
早く突破しないとブロディア王城が危険です。一刻も早く切り抜けますよ。もちろんです、スタルーク様、お任せを。私たちが本気を出せばディナーまでにはお城に帰れるわ。頼もしいですね。この命失うわけにはいきません。二人は僕が守ります。キュン。でも我々は王子たるあなたを守ることが使命でして。というわけで二人は後方にいてくださいね。では。え？スタルークったら。あなたは光栄よ、戻りなさい。待って、ストリニカ、あなたもどちらかというと光栄よ。もう世話が焼けるんだから。始まるみたいだよ。みんな配置について。あれが噂の神竜様、綺麗な方です。でも俺たちの方が可愛いって言いたいんでしょ。はい、すみません。いいね、その息だよ。見下して倒して指輪を奪わなきゃ。それでこそオルテンシア様の進化でしょ。さあ行こう、ゴルドマリー。はい、ロサード、皆さんにはここで死んでもらいましょう。後ろに。ここは前衛の私に任せてください。まずは邪魔な敵を私の鉄の体験で吹っ飛ばします。どうぞお好きに。僕なんかが。走りましょう。壊れないでくださいませね。まだ足りませんわ。平和のため戦おう。お役に立ちたいです。やってみせます。
はいいですよね。忘れません。私ですね。神竜様のために。えっ、体が軽くなりましたわ。連れて行って。覚悟はあるわ。そろそろ本気を出そうかしら。神竜様、これを見たら驚くだろうな。そっちの指輪と同じ力を使っちゃうんだもん。これは猛将士。どうしてです。私は権限させていませんよ。びっくりした。猛将士を権限できるのはあなただけじゃないのよ、神竜様。邪竜も同じように紋章師を権限できる。この指輪はソンブル様のお力を受けているわ。聖王女の指輪、とっても綺麗でしょ。それは母さんが守っていた指輪です。返してください。絶対ダメ。今はイルシオンのものだもん。でも見せてあげるだけならいいわ。ほら、近くまで来て私と遊びましょう。あの紋章師は敵に回すと手強いよ。彼女が能力を解放すればその近くにいる敵も一緒に攻撃に参加してくる。くれぐれも気をつけて戦ってくれ。この身を捧げよう。剣を収めよう。せやせや。
喜んで。怖いわね。初回作戦。こんなものかな。慎重にね。めでたしめでたし。はい、どうもありがとう。やってみせます。力を貸してください。
前傾。見ることができました。
てるわけにはいきません。どんな卑怯な言葉。行きましょうか。私のお願い聞いてくれないなんて、神竜様の分からず屋。分からず屋はどちらですか。絶望なんかしない、邪魔よ。これでどうだ。えっ、ねえねえ、あなたも指輪も。
やっ。指輪は渡さないわ。お父様をがっかりさせたくないもの。